仏教の日は、世界5大陸47カ国において、釈迦の生誕を祝う仏教行事である。釈迦が旧暦4月8日に生誕した伝承に基づいている。仏教は伝播の過程で、大きく南伝仏教、北伝仏教に分かれたが、釈迦の生誕日も、両者で大きく異なっている。南伝仏教では、ウェーサーカ祭りにあたり、この日は、釈迦の誕生、浄道、 入滅が起こった日とされている。北伝仏教では中国に仏教が伝来した際、インド歴2月15日がグレゴリオ歴に読み替えられ、4月8日が釈迦の生誕日とされたと考えられている。2014年12月に行われた第6回全世界仏教サミットにおいて仏教との結束と仏教交流のために世界共通の日を設けることが提唱され、4月8日を 世界共通の日と決議したことに始まる。1999年に認定され、2004年より始まった国連ウェイ作の秘祝祭とは異なる行事である。仏教の日旗左側には仏教の教えが広まることを表す法輪と釈迦が6つの牙を持つ白像に乗って聖母マヤ夫人の母体に入ったという伝承により、白像のイメージを排している。右側には、 国際的に仏教を象徴する旗として認知されている、ふっつきを排している。旗のデザインは2015年4月8日、第1回仏教の日開催にあたり、全世界仏教サミット日本国実行委員会により定められた。第6回全世界仏教サミットの決議により、世界五大陸47カ国にて開催されている。 平坂化祭、海底審判世界大百科事典平凡社、2014年12月、中村元著、原始仏教、その思想と生活日本放送出版協会、1970年3月、仏教の非公式ホームページ仏教の日について、世界連邦日本仏教と協議会公式ホームページ、2015年4月9日付毎日新聞、神戸新聞、 奈良新聞長官2016年4月9日付、毎日新聞、神戸新聞、奈良新聞長官、報道記録一覧2017年オブインターナショナルブッディストデー。インターナショナルブッディストデー、2018年4月5日、閲覧。仏教の日オブインターナショナルブッディストデー。インターナショナルブッディストデー、2019年3月6日、閲覧。 報道記録一覧2018年オブインターナショナルブッティストデー。インターナショナルブッティストデー。2019年3月6日、閲覧。仏教の日、仏教の王道2019、オブインターナショナルブッティストデー。インターナショナルブッティストデー。2019年5月21日、閲覧。報道記録一覧2019年オブインターナショナルブッティストデー。 インターナショナルブッディストで2019年5月21日閲覧ありがとうございます。